下半身の不調を改善させるには、下半身の使えていない筋肉を鍛えるのがいいですよ。こんにちは、腹町接骨院久松です。今回は下半身の不調改善サボり筋トレーニングということでお話しいたします。以前ね、上半身のサボり筋のトレーニングの完全版をご紹介しました。今回は下半身のサボり筋のトレーニング完全版をご紹介いたします。以前はね、腰痛の、対策の下半身のサボり筋トレーニングということでご紹介したんですけども、まだね、下半身のサボり筋のトレーニングやっていない部分があるんです。全部これをやっていただくと、腰痛だけでなく座骨神経痛、股関節の不調、股関節の痛み、膝の痛み、足首の痛みなど改善しやすくなります。ではお話しいたします。サボり筋のトレーニング、全部で7つあります。そういうやり方を、じゃあ全てご紹介していきます。見ながら一緒にやってくださいね。まずはサボり筋のトレーニング。一つ目、腸腰筋という筋肉になります。腸腰筋、足を上げる筋肉なんですけども、どのように鍛えていくか。仰向けになってください。仰向けになって、足は指を曲げた状態にします。指を曲げて足首につけます。これと膝は外向くようにしてください。この状態で足首からすねにかけてすり上げていく。で、下ろす。これを30往復やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。やってると、この足の付け根のところにすごくテンションがかかって張ってる感じが出てきます。終わったら反対側もやります。しっかり足の指を曲げて、足首つけて、そして膝まですねの骨の内側をすり上げていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。2つ目は内側ハムストリング、ももの裏の筋肉の内側をトレーニングしていきます。仰向けになります。仰向けになって足は開いて、つま先は内側に向けていきます。そしてこの状態で足の指、かかと、すべて地面につくようにしてください。この状態であなたのかかとを浮かないように、そしてしっかりかかとと足の裏地面についた状態で、かかとをお尻の方に寄せていきます。これを10秒3回やります。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。つらないようにしてくださいね。2回目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
3つ目は内転筋、内もものトレーニングになります。これも先ほどと同じように仰向けになります。仰向けになって足は開き気味にします。そして足先は先ほどの内側ハムスリングと同じように内側を向くようにします。そして膝の隙間、拳2個分開くようにしてください。足は開き気味にして、つま先は内側で、膝と膝の間は拳2個分開ける。この状態でかかとと足指しっかり地面についたまま、お尻を上に上げていきます。そうすると内ももにすごくテンションがかかります。これを10秒3回やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、3回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は後頸骨筋という筋肉を鍛えていきます。すねの内側の筋肉になります。これ地面に座った状態でもいいですし、椅子に座った状態でもいいです。どちらでもいいです。あなたがやりやすい方でやってください。足を組みます。足を組んでつま先を下に持っていきます。反らないようにしっかりつま先を伸ばしていく。この状態で足の親指を上に向けるように、この状態でキープします。この状態キープしたまま反対の手で足を下に下げていきます。この時負けないようにしっかり拮抗している状態、下がらないように、もう足でね、足首、足の親指がね、ぐっともう天井を向いた状態にして、で押していく。これを10秒3回やります。やってるとこのすねのね、内側の部分にすごくテンションがかかってきます。これを10秒3回やります。左右やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、3回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は反対です。反対も同じように足首ギュッとね、つま先下に下げて、で足の上でグッと上に持ち上げる。こうじゃないですよ、こっちですよ。そして反対の手で下に圧をかけて拮抗させる。この状態いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は腓骨筋という筋肉を鍛えていきます。先ほどと同じように足を膝の上に乗せます。そして今度は足をつま先を上ではなく、この下側、小指を真下方向に下げるようにしてください。こうではなく小指を真下方向に、そして反対の手で押さえる。足は下に、反対の手で押さえて、この状態で拮抗させます。こうするとすねの外側の部分にすごくテンションがかかってきます。これを10秒3回やります。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2回目いきます。1、2、3、
4、5、6、7、8、9、10。3回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は反対です。反対も同じです。つま先下に下げて、そして足の小指側をグッと下に下げる。この状態をキープして反対の手で圧をかける。ここにテンションかかるようにしてくださいね。いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次は腹横筋という筋肉を鍛えていきます。どのようにやるか、横向きになります。横向きになって手のひらを上に向くようにしてください。その際小指は前に向くようにしてくださいね。この状態、そしてこの時手はね、こうしないように、こうすると首に負担がかかってしまいます。余計な力を入ります。 手は立てないように、このようにして手で枕作ってください。そしてこの状態で手のひらを上に向けて、小指が前に向いた状態で指をかかと方向に持っていきます。そうするとこの横っ腹の方にテンションがかかります。これを10秒3回やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は反対です。反対も同じ。手のひら上、小指側を前にします。で、指をかかと方向に持っていく。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。最後は足の内在筋、足の裏の筋肉を鍛えていきます。どのように行うか。まずは足先を内側に向けてください。こうじゃないですよ。正面でもないですよ。内側ですよ。この状態で足の指をギュッと曲げます。これを10秒3回やります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。足の裏がつらないようにしてくださいね。3回目いきますよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は足を外に向けた状態。外に向けた状態でギュッと足の指握ります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、最後です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。以上が下半身のサボり筋のトレーニングになります。これを毎日2回ぐらいやるといいです。これを毎日続けてやっていくことにより、下半身の不調、腰痛、座骨神経痛、膝の痛み、股関節の痛み、そして足首の痛み、改善していきます。ぜひね、毎日の習慣として、そして
あなたの調子を維持するための方法としてこのサボり筋のトレーニングやっていくことを私はお勧めいたします。私も必ず上半身と下半身のサボり筋のトレーニング毎日一度はやるようにしております。ぜひやってみてくださいね。今回の動画は以上になります。今回の動画があなたにとって少しでもヒントがございましたらグッドボタンお願いします。また質問やコメントは下のコメント欄からお願いいたします。そうしてライブ配信のお知らせです。私毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日22時30分ぐらいからご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画のダイジェストとあなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後ではあなたが夜ぐっすり眠れるように遠隔整体やっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そしてこの動画をご覧のあなたが自律神経の不調、その他の不調でお悩みで病院に行っても解決しない、整体や整骨院に行っても解決しない、でも諦めたくないということでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体であなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合は自宅でできる1対1の遠隔整体もやっております。私の自律神経の整体にご興味ございましたら下の概要欄からね、 LINE 登録して私の方に直接ご連絡ください。必ず私があなたのお役に立ちます。そうして私今後も自律神経やお体に関する情報をどんどん配信していきます。ご興味ございましたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。